どうも大之助です。今回は科学技術、その中でも電子レンジってなぜ物を温めることができるのかということについてお話ししていきたいなというふうに思います。で、まあ僕たちって非常になんか便利な社会の中生きてますけど、このなんか社会のメカニズムとかってご存知ですか？僕全然知らないんですけど、なんか漫画のドクターストーンとかって結構有名じゃないですか。で、携帯でこうやって作るんだみたいなこととかって驚きの連続とかあったと思うんですけど、まあ電子レンジもなんか火とか出してないのに物を温めるってすごくね、オーバーテクノロジーじゃねっていうふうに思いませんか？まあ大之助はそう思ってて、なんで電子レンジの物を温まるんかなというのを調べてたんですけど、まあそれって、なんだろう、覚えたての知識だから間違ってるとこあったらぜひコメント欄で教えてくださいなんですけど、なんか、ちっちゃいマイクロ波がたくさん出てるらしいんですよね。で、僕たちのその空気中とか食材の中って、たくさん水があるんですよね。水分子があるんですよね。で、そのマイクロ波が、水分子とかにめっちゃ当たって、水車がくるくる回るみたいな風に、水分子がめっちゃくるくる回るんですよね。で、くるくる回る時のエネルギーで、物を温めてるらしいんですよ。だから、食べ物とかってどんどんどれぐらいかっていうと、1秒間に数十億回、回転してるらしいんですよね。どんだけエネルギー発生すんねんって話なんですけど、それぐらい、食べ物の中とか、その空気中の水分子をマイクロ波によって回転させて熱を、生み出しているということなんですよね。で、電子レンジの中の、ターンテーブルってくるくる回ってるじゃないですか。あれなんで回ってるのかなっていうふうに思ったんですけど、皆さん、普通に想像するかもしれないんですけど、大之助知らなかったんですけど、そのターンテーブルを回すことによって、より均一的にその、食べ物とかを、全体を温めることができるというシステムらしいんですよね。へーっていうふうに思ったんですけど、そんなふうに僕たちも身近で、結構、こんな科学技術の粋を集めて、こんな便利なものを作ってたんかっていうふうに思ったら、僕たちが当たり前のように享受している、この、便利な世界って、本当にありがたいなっていうふうに大之助は最近思ったという次第です。ということで今回は以上。